权本分难得，其形有异，其理相通。蓝醉拳以苏乞衣为首，他以一套怒火纯青的醉八仙，中横湖港一带，从未遇过敌手。北醉拳以沧州千醉翁为表表姐，其人心高气傲，闻苏乞衣之名声而不服，暗中苦练，终出在醉拳中加入螳螂刁手杀掌，使其招式更为凌厉多变。千醉翁潜言记性，于是就带徒弟南下去找苏乞衣决一死战。伙计，啊，ただいま。さあ、どうぞ。全部でいくらかね。いえ、宗先生に来ていただけただけでも光栄なんですから。ああ、それは悪いな。損をさせるかと思うと心苦しいんだ。じゃあ。いや、そうだな。預けということにしよう。おい、待て。そうはいいか。わしかね。そうだな、はあ、わしが総範囲だとしたら何だと言うんだ。ならば金を払え。なぜだ。情けないぞ、食い逃げなどするとは。南水県の総範囲は南では有名らしいな。こうして北の村長がやってきたのだ。決着をつけよう。北と南の勝負だ。村長、違うんだ。俺ただ総先生のふりをしたんだ。わしは総を殺すために来た。まずは偽物から始末する。覚悟しろ。やるんだ。はい、いらっしゃい。おい、早くしろよ。まだかよ。何してんだよ、まったく。あら、急いでくれよ。あー、ラーメンまだか。いつまで待たせるんだ。おっと、いただき。あ、もう客が怒ってるじゃねえか。ムタムタするな。何やってんだ、早くしろ。今行きます。ガサガサすんな。はい、お待ちと。はい、どうぞ。危なかった。はい、お待ちと。遅すぎる。はい、どうぞ。おい、ちょっと来てくれ。あ、はい、お呼びでしょうか。なあ、これを見ろよ。これはなんだ。ワンタン麺です。違う、中をよく見ろ。
玉ねぎですよ。うん、こりゃいい味だ。おい、玉ねぎがもっとあるぜ。え、ほら、これだよ。こんなにいっぱい。どうだ、これも食ってみるか。ああ、そうだ、お客さんには玉ねぎの入ってないのを持ってくることにしましょう。あいのことはごまかす気か。ちゃんと落とし前つけてもらうぞ。わかったな。ハエぐらいでそんなに騒がないでくださいよ。何だとこの野郎、思い知らしてやるぞ。わざとじゃない、殴られたからだよ。よくもやりやがったな。俺様の恐ろしさをお前によく教えてやるぞ。あちょーあちょー。あっ、どうしたんだ。よく見なくちゃ。喧嘩なんか売るからさ。見せてもらったよ、大した腕だな。ところで一言言いたいことがあるんだが。どんなことでしょうか。許可売り首だ。はい、よっしゃ、安いよ安いよ。お客さん、全部で1元になります。うん、そうか。この人よ、この人よ、この人に間違いないわ。何をするんだよ。もう逃がさないぞ。妹の腹にはな、お前の子がいるんだ。どうしてくれるんだよ。わしの子がだと。そんなはずはないぞ。何かの間違いだ。間違いなんかじゃないわ。あんたのお尻に赤いあざがあることだって知ってるのよ。そんなあざなんかわしにはない。俺ならズボンを脱いでもらおうじゃないか。確かめてやるよ。何、脱いでよ、脱いでよ、脱げ、早く脱げよ。本当にひどい人ね。頼むよ、わしをからかうのはいい加減にやめてくれよ。だって脱がすって、私をこんなにしといて。ほら見ろ、お前がしっかりしないからだ。子供はどうする気だ。この俺があれだけ言って聞かせたのに、あんな奴なんかに引っかかって騙されちまってよ。兄さん、あんまりじゃないの。悪かったよ。おい待って、どこへ行ってもらえた。そうはいかん、金を返せ。みんなお前のせいだぞ。妹が自殺でもしたらどうしてくれるんだ。自殺はせんよ。痛いんだよ。わしの金を取るための芝居だから。やめるんだ、おい。何をするんだ。あいつは金を取ったんだぞ。当然さ、子供を作って逃げたんだ。金ぐらいやるべきだよ。ありゃデタラメだ。わしから金を取るためのな、
この白髪見てわからんか。わしはもう老人で子供などできん。え？そんなのわかるもんか。真珠なんか古い貝の中にもできるんだぞ。なんてやつだ。こんなバカな子を持った母親がどんな顔してんのか見てみたいもんだな。なんだと？俺の親まで侮辱するとはもう許せ。はいっと。え、無理、無理。うわぁ。年寄りだから手加減してやったが、今度は違うぞ。キャー。そして。無理。ほれほれほれ。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 あいて。さあ行くぞ。どうだ、目が覚めた。さあ借金を返してもらおう。今日返さないと痛い目に遭うぞ。そんな借金私には関係ないね。ソーハーイってのはあんたの亭主だろう。女房のあんたから俺が取り立ててもいいはずだ。その借金っていうのはいくら？ご亭主には2年前に5元貸したわけだが、5日で 20% の利子がつくからね。2年分の利子だけでも相当な金額になっちまってるんだよ。この利子を加えると400元払ってもらうことになる。そんな、まるで泥棒だね。いや、そんなことはない。こっちは商売なんだよ。ふん、本人に言ったら、うちにお金はないよ。肩に取れるものもないし。なんなら私を肩に取る？どうする？他のものならともかく、こんなばあさんを肩に取っても仕方ないし。あっと、何すんだい。よくも殴ったな。俺のことを甘く見ると痛い目に遭うぞ。ばあさんだと思ったが、なかなかやるじゃないか。行くぞ。お仕事に。この欲張り氷なし。借金は返してもらうぞ、何としてもな。その頭のたんこぶ、石代わりに取っとくんだね。借金はいくらだって？ありません、ありませんよ。出てけ。それじゃどうも。忘れ物。とんだ骨折り損だ。いてて、あいてて。おい、わしだよ。亭主を殺すつもりか。おーや、よくうちを覚えてたね。やっぱりうちってのはいいもんだな。痛いな。そりゃないだろう。わしが何したって言うんだよ。してないよ。出てったきり何にもしてない。何年経つと思ってるの。あー、いや、すまん、悪かった。で、おあれ、はっ、うん、物を壊すなよ、高くつく。そう、分かってんなら借金はやめたらどう。借金取りが毎日来るんだよ。尻拭いするのはいつだって私なんだ。いや、すま、悪かった。あんたって人は、
やめろ、ほうきは痛くてかなわんよ。3年も帰ってこないで。痛い。あんたは好き勝手なことをして、ちっとも連絡してこないし、お金も送ってこないから、食べるのにも苦労したんだ。分かったかい？やめろ。あの時の。またお前か。俺の母さんに何をしてんだ。およし。この人はね、お前の父さんだよ。父さん？この人が？そうだよ。父さん？よしてくれ。慣れ慣れしく父さんなんて呼ぶなよ。わかったぞ。お前はそんな女だったか。どんな？私の隠し子だと思ったの？ろくなこと考えないね。養子に決まってるじゃない。そう、養子か。何もわざわざこいつを養子にしなくたって、もっといい子はいくらでもいるんじゃないのか。そんな、ワンハンはいい子だよ。ところで、さっきお金は送ったって言わなかった？そうだ、金は確かに銀行に送金したはずなんだがな。そんなこと言ったって、お金なんて受け取っていないよ。受け取ってない？ご安心ください。このお金はアツシがもらって。ちょっと何すぐお返ししますよ。まさか騙したりせんだろうね。はい、アツシは騙すのが大好きでして。何？あちは騙しませんよ。心配ないね。ありませんとも、またいつでもどうぞ。頼んだよ。わかりました、ありがとうございます。お気をつけて。物乞いをする気ならお断りだよ。ここは銀行なんだ。あちに頼んでも何にもやらないよ。まあまあ。物乞いに来たわけじゃないぞ。責任者に仕事のことでちょっと話があるんだ。仕事の話だって？そうだよ。あなたが会いたがってる責任者とは、ここにいるアツシ。あんたが頭取かね。そうなんです、このアツシが頭取で、私はここの頭取で、あなたのお金預かります。信用絶大絶信用、任せて安心大安心、決してあなたの信頼を裏切ることはありません。ほんの少しのお金から大きな金までいただきます。宣伝やめてさ、次だ、仕事の話を始めよう。金を返せ。返せ？そうだ、この銀行に送ったはずの金が届いてないんだよ。返してもらおうか。いい金、頭取。あら、わしの金だ、返してもらおうか。なんだって？そんなことを言って言いがかりをつけようとしても無駄だね。ここについてるものをよく見るんだ。高価なネックレスだろ、高価なブレスレットだ。それに歯も金だし、銀行だってアツシのだ。アツシがあんたの金を？誰もそんなこと信じやしないよ。果たしてそうかな。いいかね、証拠の品もあるんだ。それは一体何の真似だ。とにかくもう一度三人でよく話し合ってみましょうよ。まあ OK、 どうぞ。さお入りください。さあどうぞ。
あれよ。へえ、主戦道を祀ってる。その通り。さて、この金庫の中に大切な敦の財産が入ってるというわけでね。その取っ手は何だい？それだよ。実はこの取っ手には重要な意味があってね。まず左の取っ手の方は何にも入っていない。右の取っ手の方にはあまり入っていない。真ん中のは？真ん中かね。は、真ん中のには敦の全財産がそっくり入ってるんだ。敦は金は決して返さない。さて、敦の信念を教えようか。一つ目は、借金はすぐには返すな。二つ目は、返済期限は決して守るな。三つ目は、返済は死ぬまで引き延ばせ。返す気がないんだ。腕ずくで取り戻してやる。ほーと、と、と。な、それもカンフーか。さあ来い。俺がやるよ。よし、負けるな。どうだ。は、行くぞ。右も行くぞ。次はそれ、ぐるっと回せ。飛んでみるか。それ飛んでけ。そろそろとどめを刺してやろうか。父さん頼むよ。わしはお前の父さんじゃない。行くぞ。雑魚どもの二人ぐらい、この敦が一分もしないうちに打ちのめしてやるわい。はあ、はあ、おっと、おい、送金した分としていただくよ。まだこれくらいでは足りないな。とりあえず3月の送金の分だ。よいしょ。これは5月の分だな。返してくれ。これもいただきだな。よいしょ。ネックレスがない。大事なネックレス。わしがとっくにいただいたよ。神様、どうぞ私を助けてください。こっちだよ。あっちの帽子。さあどうする。あんたの鼻もわしとそっくりだ。はい、炭鉱だよ。はい、やって。それ、逆立ちだ。助けてくれ。それそれ。落ちそうだ。頭が壊れる。父さん、お茶でもどう？ねえ父さん、
やっぱりカンフー強いんだね。お前はどうだ、弱すぎるじゃないか。そうなんだ。でも父さんから習ったらきっと強くなるよ。何を習う？水拳だ。水拳？お前には到底無理だよ。水拳はな、才能なんだ。諦めた方がいいぞ。高望みはやめることだ。だって母さんは見込みがあるって言ってるよ。わんはん、え？父さんにお前の水拳を見せてやったらどうなんだい？そうだね。落としてないよ。うまいもんだ。あーやっちゃった。あれが水拳だなんてわしに言うんじゃないだろうね。まさかどんな教え方をしてたんだ。そんなこと言うんなら自分で教えてやったらどう。あの子はあんたに預けてあげるからさ。うん、その手には乗らんわい。うまくいったぞ。こいつもよく眠ってるようだ。よし、今のうちだ。急げ急げ。おい、お勘定だ。早くしてくれよ。はい、ただいま。3元になります。そんな、これだけでそんなにするのか。お勘定にはあの分も入ってますよ。え、うん、やあ父さん。何をしてる。母さんが父さんについていけってさ。あのな、手洗いに行ってくる。ここにいろ。あ。まったくうるさくてかなわ。手洗いなんか行くつもりはないんだよ。ありゃ父さんの考えはお見通しさ。まずいことになったな。あ、そうだ、これから一っ走り家に帰って母さん呼んできてくれ。よし。あっとっと父さ ん、 ん、僕は帰る気はないよ。水拳を教えてもらうまでは。水拳か、修行はつらいぞ。あ、父さん構わないよ。耐えられるもんか。平気だよ、きっとやり抜いてみせる。よし、教えてやる。いいか、はい、今からとても大事なことを教える。はい。水拳の基礎を教えてやろう。ああ、習ったことはすぐ覚えるよ。よし、始めるぞ。どうれ、手を出せ、構えろ。うん、足もだ。左でつけ。はい。指は右の耳をつかむんだ。右手で上を刺して。下だ。右に回れ。もっと早く。遅いぞ。もっと早く。よし、止まるんだ。さあこっちに来い、茶碗を取るんだ。わかったか、それが水拳の基礎だよ。出が、出が。
調子でやれ。はい。全部割れるまでだ。ほれ。腰打っちゃったよ。ねえ父さん、僕上手くなったろ。おお。ダメ。いつ戦い方を教えてくれるの？3日後？すごい。3年後だよ。3年間もかかるのか。1年が構え方、あと1年が打ち方。お前は覚えが悪いから、さらにもう1年。全部で3年かかるんだ。おい、飲んでみろ。酒はダメだよ。一口飲んだら酔っ払っちゃうんだ。ダメなんだよ。なんだと？酒が飲めない奴は水拳はできんぞ。さあ、毒じゃないんだ。飲め。ほれほれほれ。それそれ。ほれほれ。一人前に酒も飲めないくせに水拳を習うなんて考えを起こすからだ。バカなやつだな。自分の情けない格好を見てみろよ。カンフーなら何もわしに習わなくても母さんで十分じゃないか。高望みはするな。お前は覚えも良くないし才能もないんだ。それでも水拳がやりたいのか。いい加減に諦めろ。今までのがカンフーの修行と思うか。お前は必死でやっていただろうが、あれは修行でも何でもない。ただちょっとからかってやっただけだよ。それでもまだ水拳をやるかん。あいつめもう起きたのか。あれ、靴はどこに行った。父さん、僕は身寄りのない孤児でした。それを母さんが引き取って養子にしてくれました。このご恩は決して忘れないつもりです。父さんからしっかりと水拳を習えと母さんに言われましたが、父さんが僕のことをそんなに嫌いだとは思いませんでした。確かに覚えも悪いし才能もありません。僕は出て行きます。さよなら。これ以上つきまとって邪魔はしません。たまにはうちに帰ってください。父上様へ。
どこ？あんたについてったんだよ。帰っちゃいないよ。一緒じゃないの？お前も知らないのか。じゃあどこに行ったんだろうな。そんなこと私が知るわけないだろう。こりゃえらいことになったな。どこに行っちまった？困った客がいるんだよ。恐ろしい顔して出てこうとしないんだ。なんとかしてくれないか。僕にどうしろって言うんだ。そうだ、ちょっと脅かしてみてくれよ。ああ無理無理。大丈夫、君ならきっとできるよ。そうかな。そうとも。ダメさ。大丈夫だって、やってみてくれよ。あ早く。ほら。ああ分かったよ。お客さん、もうそろそろここは終わりなんですけど。終わる時間なので、もう何も出ませんよ。また明日来てください。聞こえないんですか？お題ですか？では。若造、少し静かにしてろ。お客さん、ここはもう終わるところで、明日はまたどうぞ。先生、うん、親父、人を探しているんだが、ソーハーイというものだ。知らんか？ああ、そう先生ね。ここでは先生を知らない者はいませんよ。そんなに有名かね。関係ない。大先生ですよ。どこに行けば会えるか教えてくれ。そう先生は旅に出てることの方が多いですから、あまり見つけませんね。どこにいるか知りません。そう先生にはどんなご用なんです？水拳を習うおつもりですか？水拳を習うには若くないと無理さ。周りが弱すぎると誰でも強く見える。この村長の北水拳で思い知らせてやる。北水拳。親父。はい。部屋を二つ頼む。わかりました。それから棺を一つ用意しておけ。層を入れるためのな。あんな格好してどっか帰るか。ボーイ、水を持ってこい。ボーイ、水だと？俺に頼まないでじいさんにでも頼めよ。うん、若造、お前は口の減らんやつだな。へえ、そりゃどうも。ああ、昨日棺を注文したろ。それで？一つじゃ足りないね。何が言いたい？だから二人を一つの棺に入れると窮屈だろ。あの棺はお前に使わせてやる。水拳。分かるのか？そうはいいの弟子か。僕の父だが息子にはなれないし、弟子になりたくてもそれも許してもらえない。何と言えばいいのかな。お前と僧との関係などどうでも構わん。僧はどこだ？おお、それは言えないね。それより俺と一勝負してみたらどうなんだい。言わないつもりなら言うようにしてやるまでだ。よし行くぞ。それが同じだと笑わせるな。これを見ろ、とっくりの構えというやつだ。お
これでは酒がこぼれるぞ。え、そうだな。うん、水剣とはこうする。どうだ、分かったか。え、今度こそ。無駄なことだよ、お前の腕ではな。母親からでも習ったのか。弱くて話にならん。え、本当の力を見せてやる。そうはどこにいる、早く言え。しぶといやつだ。さあ言え、死にたいのか。殺したかったら殺せよ、何も話す気はない。話してやれ。でも、覚えてろよ。先生、あいつをつければ僧の居場所はわかる。そうだな、ずいぶん探したぞ。何者だ。わしは孫曹鎮追だ。おお、それはそれは。今日は嬉しい日だ、祝杯をあげるとしようか。酒か。酒なら相手がいた方がうまいと思うがね。そうだな、わしと一緒に飲んでいかないか。おお、ありがたいな、いただくとしようか。では受けてくれ。よっと。おお、こいつはなかなか上等な酒だ。では遠慮なく。ごちそうさま。いや、恐れ入ったよ、その飲みっぷりの良さ。お見事、お見事。ああ、いやいや、それほどでもない。おお、どどど、あら、おお、どど、おお、おお、おお、ほう、わしの腹筋もまだまだ衰えておらんようだ。あまり無理はせんことだ。いや、どうも。まあまあ、そんなに気を使わんでください。ではわしからも一杯。はい。まあどうぞ。遠慮深い方だ。いやいや、受けてくださらんか。堅苦しいのは苦手でな。
二人の出会いを祝してもう一杯飲むことにしようか。うん、では我々の出会いを祝してその酒を半分いただくことにしよう。おお、もったいないもったいない。なあ、ところでわざわざ遠くからやってきたと聞いたが、それは何もわしと酒を飲むためではあるまいな。総範囲の水賢の噂を耳にしたもので、一目この目で見たいと足を運んできたのだ。わしの水賢など大したことはないわ。まあ確かにまだ誰もわしに勝てた者はいないが。ことわざには人は自分の弱点を知らず、馬は自分の顔の長さを知らぬとあるな。うん。何より酒が一番だ。もう一杯どうぞ。そう言われたのでは断れんだろうな。知り合うには話すよりも酒を飲むことだ。ではこの杯を受けてもらおう。お愚か者は酒に飲まれる。さてはもう酔っているな。気を沈めて、ご老体に触ってはいかん。ありゃ、なんてことしてくれたんだ。わしの酒がなくなってしまったぞ。おい、一人で飲むとはそれあんまりだろ。こっちも気分が乗ってきたぞ。
まず最初は水発戦の技でもお見せしようかな。どうだな、わしの水発戦の技は。何の何の。さて次は腰の攻め方をお見せしようかな。どうか受けてみろ。そうではないぞ。本当の足の使い方とはこういうふうにするものだ。いいか、目を大きく開けてしっかりと見ておかんと損をするぞ。名声に溺れているようだな。名声？うん？おお、うん。わしの力は噂ではわからん。さあ受けてみろ。これがなくては恥ずかしかろう。え？あれあれあれ。あ、あ、うん。次はその足を狙おうか。どうやらわしにここで会ったことが不幸だったと言えそうだな。貴様の負けだ。うん、そうはいかんぞ。天女の技がある。これを受けてみろ。あいた。天女の尻を蹴るとはなんだ。天女にしてはなかなかできる。このカマキリは足が強いわい。一人で飲んでは気の毒だな。一本差し上げるとしよう。えいっ。
父さん、気分はどう？父さん、あんた大丈夫かい？二人ともどうした？どうしたはないよ、何日も意識不明だったんだから。ちょっと寝過ごしただけだ、心配はいらんさ。年を考えないで無理をするから後でこんなひどいことになるんだよ。ワンハン、薬をもらってきてくれ。ああ、わかった。ずいぶん急いでいるがどこに行くんだね。そんな薬では病人には効かんぞ。まさか幽霊じゃないだろうな。生きているといえば生きているし、幽霊だとも言える。人は私のことを疫病の神というの。なんてやつだ。そうやって棺に入ってるのは人を脅かすためか。おい、父さんの薬なんだ、返せ。自分で取れ。これは私に効きそうだな。お前のじゃない、父さんの薬だぞ。ほら、取れ。なんだ、死にそうじゃないか。相手が病人でなければ手加減しないんだが。さあ返せ。さっき返したよ。どこに？右側に。右側？左で右だな。ないぞ。私の右側はお前の左側だろう。俺の左？あったぞ。許してやる、今日のところはな。死んだかな。またそうやって脅かす。おいおい騒ぐなよ、ここに病人がいるんだから。お前なんかこの中で焼き殺してやる。あの時に薬を変えたろ。殺すか俺の父さんを。で、父さんは死んだのか。死にはしなかったな。まず最初は
腹が痛くなったはずだな。そうだ。次に顔が赤くなって痙攣を起こした。そして眠ったな。そうだったよ。確かに。あとは何も起きない。帰るといい。待てよ。もし何かあったらどうしてくれるんだよ。そしたらまたここに来ればいい。おい、父さんが死んでからここに来ても間に合わないだろう。いや、私の方はお前の父さんが死んでからでも別に構わんよ。この私が父さんになってやろう。いや、バカにするのもいい加減にしろ。いくら病人でも俺を怒らすとただでは済まないからな。あ、それで私に勝てるか。あまり怒ると肝臓によくないんだぞ。診察してやるから静かにしろ。脈が異常だぞ。だいぶ弱ってるようだ。意識朦朧、目もうつろだ。舌が荒れてるから消化不良も起こして。なあおい、お前は病気だらけだな。治療せんともう長くはないぞ。骨は丈夫なんだ。骨だけでは生きられないだろう。何で、心配するなよ。私は治療の専門家なんだ。あいたよ。あいた。頭打ったよ今度。頭痛か。頭痛は頭を回すと治るんだ。頭が元に戻らなくなったよ。戻った。どうだ、他は痛くないか。今から薬を調合してやるよ。お前の何、そんなもんいな。力を見せてやる。この薬はとてもよく効く。どんな病気にでもだ。お前の病気もよくなる。病気？おお、そういえば本、占い、病気、酒という4人の妖怪がいたな。その病気の妖怪だろう。そうだ、今日はなかなか勘が冴えてるようじゃないか。ねえ、よければ俺のおじさんになってくれよ。ああ、構わんぞ。いつからでもなってやる。おじさん、他の3人の妖怪もカンフーができるってあの噂本当かい？何？できるどころか大した腕前だぞ。私たち4人にはそれぞれ技があるんだ。本と占いと酒を他の3人は取り入れている。本？そんな技など知りたくもないよ。愚か者。ねえ、本はどこにあるんだよ。しっかり見るんだ。本はここにある。すべての神経を集中するんだ、この指先にな。力は3倍。これは筆だ。鉄の筆だ。面白そうだ。小杖には月、人皆眠る。少しは手加減してくれよ。次、うわ、
ないな。足を使う。よく見ろ。わかるか。危ないじゃないか。手元でも狂ったら。ありえないよ。他にもいろいろあるんだぞ。酒も見たいな。酒？お前の父さんに頼めよ。あのくだらん酔っ払いに。どこに行くにもとっくりを話さ。それだけじゃない。自分が一番強いとうぬぼれてるんだ。ああ。ねえおじさん、四つの中で一番強いのは？そりゃ一番は酒だ。ああ、ほんとかい？みんなそう言っているからな。ああ？なんて？いつも酒は最後に言うだろ。え？本、占い、病気、酒。最後は強いのが来るもんだ。ああ。孫通に勝つにはやっぱり水拳しかないな。水拳には2種類あるが、形は違っても根本は同じだ。北水拳の達人の孫通鎮椎という男は策に長けていることで知られる。その新しい技はカマキリの構えの灯籠という技だ。だがお前の父親の方は新しい技を編み出そうとしない。これが灯籠だが、何にでもかなわない技があるものだ。私の山井剣がまさにそれだ。脈を取りながら相手を倒すんだよ。山井剣、こんな風にするんだ。突く、押す、打つ、締める。この山井剣なら途切れることがない。それに疲れることもないんだ。だから負けるわけがない。僕に教えてくれるか。お前に？やっぱりダメなのか。父さんもいつも言ってた、お前は才能がないんだ。まあそんなに悲観するな。私の下で修行をすればきっと見違えるようになる。教えてくれるのかい。だが決して父さんには知られないようにしろ。痛ければやめたらいい。平気だよ。お前の息で火もよく燃えてくれる。おじさん、薬はできてるよ。よし、低くなってみろ。もっとだ。おじさん、もうダメだよ。父さんの敵を討ちたいなら頑張るんだ。分かった。よいしょ。
おじさん、今日はこれで豆腐料理を作るのかい。食いたきゃ食え。え？受けろ。え？あっ！これじゃもったいないよ。そう思ったら受けろ。いや、ぐちゃぐちゃだよ。壊さないように取るんだ。おじさんはそう言うけど、豆腐は柔らかいんだからね。自分だって取れないはずさ。へら。お？壊さずに取るためには技術もいるが呼吸も大事なんだ。二つ揃って初めてうまく取れるんだよ。そんなに投げても取れないや。やるんだ。よし。ほら。ただ引っ張っても抜けはしない。力と機敏さが必要なんだ。力と機敏さ。で集中する。息は腹で。力を込めて。よし、始めろ。
なんだか臭い豆腐だな。なんなら食ってもいいぞ。知りたいの？まあまあまあ、少し相手をしてくれ。そんな暇ないの。もう年なんだから、いい加減にしなさいよ。ちっとも懲りないんだから。頼まんよ。どこに行く？最近よく出かけてるようだが、どこに行く？来い、早く。なんだい？わしに習うの諦めたか。今日は鍛えてやる。はい、本を破らないようにね。母さんを手伝ってこなくちゃ。あの妖怪め何かしよったな。なんとか逃げ帰ったようだが、今度はそううまくいくかな。逃げる？そんなことはせんわ。お前さんの技も研究し尽くしたし、わしは負けたりはせん。この前の無様な姿を忘れたか。よし、今日こそ貴様はあの世に送ってやろう。家族と一緒にな。何？何のよ。何の用かって聞いてるんだよ。ちゃんと聞こえているさ。命をもらいに来た。誰の？ゾーハーイーの家族のだよ。正気かい。考えが甘いようだね。あんたに私が殺せると思う？自信満々のその腕を試してやろう。命はもらったぞ。受けてみろ。
めて帰ったらどうだい。そうはいくか。いや、もう容赦しないからね。何を言う、殺してやる。いたぞ。へえ、探していたんだ。手間が省けたよ。お前知ってるのか。ああ知ってる。こいつには借りがあるし、父さんをやったのはこいつの仲間なんだよ。あの時先生が止めなければお前はとっくに死んでいたんだ。へえ、今日は違う。あの時のようにはいかんぞ。覚悟しとけ。気をつけてね。さあ行くぞ。豆腐をぶつけてやろうか。気をつけろ、下手に動くと刺さるぞ。この前のお礼だ。靴がなかったら串刺しになっていたな。どこをぶってほしいんだ。殺すがいい。お前も死ぬんだ。父親と同じく先生が殺す。ちょうどいいな。お前を入れる必要がある。おいじいさん、私がいて助かったろうが。この妖怪め、余計なことをしよって、わしは助けてもらう必要などないわ。そうはい。助けがないと勝てんのか。ああ、心配はいらんよ。ちょっと話をしていただけでね、手助けする気はない。ふん、助けなどわしは頼んどらん。あっちでやってくれよ。カマキリの足には気をつけろよ。うるさいやつだ、よく知ってるわ。ほらな、言ったろう、無理だよ。そんなんじゃ結果は見えている。じいさん、最後の手だよ。どんな手だ。早く逃げろ。なんだと。父さん、あいつにやられたかと思ったよ。大丈夫だ。来たか。教えてやったことを忘れるんじゃないぞ。わかった。やつの相手は俺がするよ。ねえ、わしが手こずってるのにあいつと戦うのはお前には無理だ。危ないからどいてろ。ふん、若造、弟子に負けたのにわしに勝つつもりか。よし、お前たち二人とも
仲良くあの世に送ってやるわ。へえ、それを言うんならその槍を見てからにしてもらおう。弟子ならもうとっくにやっつけてきたぞ。俺を見くびるなよ。おい、いいか、この師匠に恥をかかすな。しっかり戦え。おじさん任せてよ、心配ないって。簡単には抜けないと思うよ。どうだ。なかなかやるな。安心してくれ、大丈夫だ。何だかフラフラしてるようだな。診察してやろうか。頭が痛いのか。足も痛いのか。どうだ、腹痛は治ったかい。そう、心臓か、それも治してやろう。ありゃ止まってるぞ。そりゃ手だ。灯籠だ、あの技には気をつけろ。え、灯籠。あんなものはバッタだ。お前には無理だったんだ。まだまだ若いのに今死ぬことはないんだ。
バッタだと？バッタはお前の方だ。ありゃあ、いや、いいか、暴れ馬を思い起こせ。手のつけられない暴れ馬だぞ。言っても無駄だ。あいつには教えがいがないんだ。やめろやめろ。